10年もの間に横浜ファイターズの中心選手として活躍、2006年には青春監督のもと日本代表に選ばれ国際 A マッチ出場を果たしました。その後ギリシャスーパーリーグ引退することを決断しました。まずはじめに引退するにあたり、このようなセレモニーを開催してくださったアビスパ福岡の関係者の皆さん、本当にありがとうございます。また今日の試合しっかりと勝利して、最高の雰囲気でこのセレモニーにつなげてくれた監督はじめスタッフ、選手、そしてその勝利を後押ししてくれたファン、サポーターの皆さん、本当にありがとうございます。
丈夫な体に産んでくれた父と母、本当にありがとう。また、いつも近くにいて体調管理を気遣ってくれた嫁のさやか、自分の一番のファン・サポーターであり、すべてのモチベーションになった息子の蓮介小太郎、本当にありがとう。お疲れ様でした。